こういったご縁とか、あとはこの時期なんですけど、この9月とか10月っていうのは、弊社の中でもちょうど来年度の研究開発をどうするかっていうのを年度計画を立てるような時期で、そのタイミングともなんかバッチリ出ましてですね、これが例えば1ヶ月、2ヶ月遅かったら、すぐに共同研究の話が来なかったと思うんですけど、こういった時期、こういった偶然も重なって、何か先生とご縁があるのかなというふうに今でも感じている次第です。で、2017年の秋にこういった出会いがありまして、18年度、半年後くらいですかね、すぐ共同研究を開始させていただきました。で、1年目は、オフィスビルの快適空間設計のための映像を使った LED アートイノベーションということで、日本古来の美の一つである陰影ライスさんを用いることで、ここでも非常に衝撃というかインパクトを受けまして、LED 照明っていうのは影がないように設計するのが普通なんですよね。そんな中で陰影ライスさんって影がテーマみたいなモチーフみたいなものなんです。でも照明で影を作りましょうって言われた時にはちょっとびっくりしたというか面食らったところもあったんですけれども、これこそがまさにその共同研究する価値みたいなところで、普段照明を研究しているエンジニアからは影を作りましょうなんていう発想は一切出てこないと思うんですけど、そういったところに触れるだけでも何というか。1年目ですけれども、それだけでも共同研究をした価値があったんじゃないかと、振り返るとそう思う。で、ここでやったのは、LED を使った LED アート照明によるエレベーター空間オフィスから空間を構築ということで、映像ということで、これは LED ディスプレイとか、あとプロジェクターに、ちょっと分かりますか、これはディスプレイの前に和紙を置いたような。この辺はプロジェクターですかね。そうですね。映像を使って、その和紙なんかも使って、ちょっと柔らかい光にして、それを照明、アート照明としてこう使うと。で、オフィスビルですので、一つはエレベーターの空間、で、もう一つはオフィスの執務空間ですね。こういったところをイメージして、アート照明空間っていうのを構築しまして、で、先ほど中津先生からも被験者実験のお話もありましたけれども、初年度は唾液アミラーゼモニターと島津さんの F ニールスっていう近赤外を使って脳の血流を測るような装置、こういったのを使って生体評価をしましたという内容です。で、初年度の結果としては、残念ながらアート照明が非常にいいですよという結果ではなくて、白色照明とアート照明と比較したときに、何らか差異は出そうだというふうな、アート照明の可能性を示したというのが結論でした。で、翌年の19年度ですけれども、私は、サウンド V鍵盤が先ほどご紹介ありましたけれども、あれは映像でしたけれども、それは3次元のオブジェ、ガラスアートにしようということで、研究をやりまして、ただこのガラスアートに至るまでに、紆余曲折がありまして、ジェネシスで使っていたような水飴ですとか、あとは雲みたいな揺らぎができないかということで、水滴とか油滴なんかを使った実験を松尾先生の研究室の中で一緒にやらせていただいたりしてしたんですけれども、どうもちょっと違うねっていうことで、松尾先生が亀岡のガラス工房に毎週のように通い詰められて、このガラスアートの独自の製法を編み出されて、非常にいいガラスアートができたと。で、そのガラスアート、そのものではなくて、それに LED 照明を組み合わせて、ライティングにすると。
これを完成ライティングというふうに名付けましたけれども、そういったのを提出しました。で、こちらがその一例で、ちょっと解像度が悪くて申し訳ないんですけれども、ここにこの黒い枠の上にあるのがガラスアートで、その下から光を当てている。で、これを光の生け花というふうに言って、で、こちらは、丸いテーブルの上にガラスアートを乗せて、それに横から光を当てて、このテーブルが回転するというもので、これを光のテーブルというふうに名付けて、で、この光の生け花と光のテーブルを被験者に見ていただいて、で、どういう印象を持つかというアンケート調査をやりまして、そこでの結論としては、白色照明に対してアート照明の方が感性を癒す効果、それから創造性を高める効果がある可能性を示したということで、こちらが一例です。リラックスできると、アート照明1に1がこの光の生け花で、2がこのテーブルの方で、白が普通の白色照明ということで、アート照明の方が、優位に、リラックスできるという効果があるというアンケート結果が出ていると。こちらはアートなので、心が癒されてリラックスできるっていうのは分かるんですけれども、下のアイデアが湧くっていうところが、オフィス、創造性を高める、生産性を高めるっていうような解釈もできますので、アートでリラックスするだけではなくて、オフィスでこう仕事するときでも、アート照明っていうのは使えるんじゃないかっていう可能性を示したっていうところが、大きな成果だというふうに思っております。で、こちらが20年度ということで、現在進行形の内容でございます。写真を見ていただいても、19年度からかなり洗練されていると思うんですけれども、この19年度の時は、LED 照明を組み合わせたんですけれども、基本的には一般的な照明を使ってまして、アートにとりあえず何か光を入れてみようというふうなコンセプトでやったんですけれども、20年度は我々の、光の技術っていうのも、しっかり利用することによって、より洗練された内容になっているかと思います。特に右側の方は、この照明自体はですね、より平行に近いまっすぐな光を当てることによって、このような綺麗なくっきりしたパターン、このような光と影のパターンが生み出されると。で、これは例えると、コースティクスっていう現象がありまして、それは例えば海面がゆらゆらしているところに太陽の平行光が当たると、海面に綺麗なパターンが投影されるんですけれども、それをコースティクス現象というんですけれども、そういったところにヒントを得まして、このガラスは表面、うねりみたいなのがでこぼこしてるんですけども、こういうところに太陽光のような平行光を当てると、コースティクス現象、自然現象を利用して、こういったより自然な揺らぎ、回転しますので、このパターンが常にこう揺らぐんですけれども、そういった自然な揺らぎっていうのを実現できるんじゃないかということで、かなりいい作品に仕上がるんじゃないかなと。この完成ライティングは、今年度はですね、テーマとしては、社会実装に向けてということで、弊社の施設で、ショールームがあるんですけれども、そこに展示をしまして、一般的に公開をして、幅広い年齢、性別の方々にアンケート調査を行って、どういうシーンで使いたいですかとか、どういう効果がありますかというようなアンケート調査をして、社会実装、製品化に向けてフィードバックを得られるなというふうに考えております。
構最後ですけれども、最後、共同研究に期待するものということで、一言で言えば、アーティスティックな感性をテクノロジーに生かす、まさにアート&テクノロジーということだと思うんですけど、先ほどちょっと例をご紹介した通り、照明で影を作るっていうようなアイディアのは、絶対に弊社から生まれなかったアイディアだと思いますので、そういったような感性、アーティスティックな感性っていうのを、我々エンジニアですので、最後はテクノロジーにどうやって生かすかっていうところを考えていきたいと思います。で、こちらは照明の例を書いていますけど、一般的な照明っていうのは、何度も言ってますけど、明るく均一に照らすっていう機能がでして、今LED 照明っていうのも、だいぶ光源も安くなってきて、発光効率も上がってきて、もう一般的な LED 照明もあと価格競争ということで、あんまりこの分野ではイノベーションは起きないだろうと思います。一方で、人工照明による弊害、例えば夜でも明るい部屋にいると、メラトニンっていう睡眠ホルモンが抑制されて夜寝つけないですとか、あとはスペクトルが太陽と違いますので、この太陽と違う偏ったスペクトルが本来太陽光の元にあると得られるこの健康が阻害されるとか、そういった弊害も言われています。それに対して我々の感性ライティングっていうのは照らすための明かりというよりも人に見せるための光、人に見てもらうための光だというふうに考えていまして、それによって自然の揺らぎで人の心を癒すと、こういった機能を実現したりして、この今例えば食べ物とか水とか空気とかっていうのは皆さんその質っていうのはすごく気にされると思うんですね。食べ物であったら例えば産地はどこかなとか、どういう成分が含まれているのかなって気にされると思うんですけど、光っていうのはそういう意味では皆さん比較的あんまり意識されることはないのかなというふうに考えているんですけども、ある建物に入ったら強制的にそこの照明の光を浴びないといけないっていうような状況だと思うんですけども、私は光にも質っていうのがあって、やっぱりその質っていうのを高めていくことっていうのが重要なんじゃないかなというふうに考えています。そのスペクトルっていうのが、先ほど申し上げたスペクトルっていうのも一つだと思います。太陽光のようなこのブロードなスペクトルだと、LED 照明のような偏ったスペクトルだと、栄養も、食べ物でいうと栄養も偏っているっていうような状況ですので、光の質っていうのをもっと高めていきたい。で、照明器具っていうのは、言ってみればどこにでもあるものですので、その質を高めれば、どこでもその恩恵を享受できるということで、照明というのは一つ、大きなその人の生活の質を豊かにする、デバイスの一つとして非常に可能性のあるものじゃないかなというふうに考えていて、そういったところでこの共同研究を通して人々の心を豊かにするライティングを先生と一緒に。というふうに考えております。はい。